おはようございます。私はアリマッチこと瓦屋さんやってます有馬工業の有馬和也です。有馬工業は信頼ある責任施工でお客様から可愛がっていただいております。そして私のもう一つの顔は熊本を中心に音楽活動をしているベーシストでもあります。アリマッチのベリーマッチは2ヶ月に1回奇数月の第1水曜日にお送りしていますので、皆さんベリーマッチよろしくお願いいたします。さて、いよいよ3月となりましたね。今月はなんと私の誕生日でもあり、3月は私の月だと勝手に思っています。私はちょうど桜の咲く26日に生まれたんですよ。もし私が女の子だったら桜と名前つけられたのかななんてやめてくれ。さて、いつものコーナー、アリマッチのベリーマッチの音楽情報。ドゥンパッパッパドゥンパッパッパドゥンスタッタッタブルルルパン。このタイトルであるアリマッチのベリーマッチのライブイベント開催です。アリマッチのベリーマッチインペイアノプラス、場所は私のホームグラウンドでありますペイアノプラスで開催いたします。日時は3月24日木曜日午後8時半にスタートです。入場料は無料ですので飲食をお願いいたしますね。出演はですね、私のバンド、なんとタイトルとも同じアリマッチのベリーマッチバンド、そして水俣の方からですね、お弁当のおかずが今決まっているのでこの2つです。アリマッチのベリーマッチバンドは私が好きな音楽を前面に出したバンドで、めちゃくちゃかっこいいファンクをやろうと思っています。そして大好きな仲間と一緒に楽しい音楽を皆さんにお伝えできればと思っています。めちゃファンキーな音楽なんで、座っては見ていられず踊りたくなるかもしれませんよ。ぜひ皆さんお越しくださいね。そしてちょっと先の話ですが、4月の15日金曜日にこのコーナーではよく話に出てくるベーシスト日野爺健二さんが今回単独でやってきてペイアノプラスでライブを開催いたします。今回は熊本のミュージシャンと一緒に演奏するスペシャルな企画です。日野爺健二さんはとても熊本が大好きで、去年も8回ぐらい熊本に来ています。そして私のことも親友と言ってくれて、今回は特別にやってくるんですよ。すごくありがたいことですね。彼の音楽への愛と熊本の人たちへの愛が詰まったライブになることでしょうね。詳細はまた決まり次第アサリズムの中でご紹介をお願いしていますので、よろしくお願いいたします。さて、次はアリマッチのベリーマッチなお友達、ドゥンスパッパッパドゥンパッパッパドゥンスパッパドゥンペ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 ン。今回は私の大好きなお友達、川口明美さんことマリンさんにお越しいただきました。イエーイ、おはようございます。おはようございます、ね、なんともですね、朝になんかふさわしいマリンさんに登場いただきましたね。マリンさんをですね紹介したいと思います。私のですねもう大親友でもありですね、そしてもういつもですね私のライブへは応援に来てくれる本当素敵な女性です。イエイ、ね、ちょっと喋ってください。はい、はい、あ、ごめん、うん、っていうか朝の番組にすいません、夜の声で初ラジオのおしゃべりで私本当に共通語、うん、っていうか標準語喋れないんですよね。でも喋ってる喋ってる喋ってるうん、まあ、こんな感じでマリンさん愉快なんですけど、本当ライブの時もですねいつもありがとうございます。もうどういたしまして、はい、本当ありがたいことです。いや、もう愛されてますよ有馬さん、ね、うん、
マリンさんですね。で今後ですね、マリン祭りとかですね、マリンさん2年に1回ぐらいですね、自分が主催してですね、はい、大好きなバンドをこう集めていらっしゃるんですね。はい、今度は7月10日ですかね。間違えんでください。7月30日です。土曜日です。そう、7月30日。7月10日はちょっと違うイベントがあって、ごめんなさい。わーひど、ごめんなさい。うん、でですね、その時も東北の方からとかもバンドを呼ばれて、ね、そうです。ですね、うん、今回ですね、花巻から、はい、ギターを弾かれるお友達をちょっと呼んで、一緒に楽しめた、うん、マリリンバンドでちょっとお招きしてやろうかと思ってますね。すっごいですね。すごいですよ。今回ですね、そう、17バンド来ていただくんですよ。17バンド。県外バンドさんが6バンドですね。おう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 。四国の今治、あと、はい、山口県防府、はい、防府ですね。あと福岡、はい、福岡、はい、広島ですね。あと、はい、すごいですね。すごいでしょ。全国からですよね。全国ですよ。いや、なんかね、ほら、うん、いっぱい遊んだ、なんて今までの歴史です。歴史、はい、素晴らしいですよ、ね。歴史よ、歴史。もう伊達に遊んでませんもん。ですよね。かっこいいよ。本当ですね。もう楽しいおしゃべりもですね、もう時間が過ぎてきましたので、もう終わりですか。まあちょっとほら、この番組ですね、音楽的なこう話をしなきゃいけないっていうのも少しあるんですけれど。了解です。マリンさんの思い入れのある曲っていうのは、いっぱいあるんですけど、はい、やっぱちょっと昔、はい、まあ年がバレちゃうのかな、あのギルバート・オサリバンとかすっごい大好きで、ほうほうほう、やっぱラジオによくあのハガキ出してましたね、リクエスト。ああ、ギルバート・オサリバンで何か思い出があるの、曲に。思い出っていうかですね、そのすごく私勉強する良い子で、1日5時間ぐらい勉強してたんですけど、はい、その時にラジオをふとつけたら、うん、あのアロン・アゲインがかかっていて、うん、ああいいなって、なんかそんな感じであの聞き出しましたね。ああそうなんだ。そうなんですよ。すっごいいいなと思って。ああ私もね、好きな曲ですけど、うん、またここで聴いてみたいと思いますね。はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。はい、ギルバート・オサリバン、アローン・アゲイン。myself up in an effort to make clear to lose.
ギルバート・サリバンのアローン・アゲイン。いいでしょ、もう大好きなんです。本当いい曲だよね。いいよね、うんうん。じゃあマリンさん、最後にラジオを聴いていただいている皆さんにメッセージをどうぞ。はい、熊本の夜の街を楽しんでるマリリンです。皆さんとライブ会場、まあ、アリマッチのベリーマッチ、アリマッチのライブにはほとんど行ってます。どこかでお会いしたら、まあ、私と一緒に弾けましょう。イエ、はい、ありがとうございました。本当すごい素敵で楽しい女性ですので、皆さん一緒に楽しみましょう。楽しみましょう。はい、マリンさんありがとうございました。どうもありがとうございました。またね、はい、今回もアリマッチのベリーマッチを聞いていただき本当にありがとうございました。これからもリスナーの皆さんに楽しんでいただけるようベリーマッチな音楽情報などを頑張って伝えていきたいと思いますので、アリマッチのベリーマッチをよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。サンキューベリーマッチ、アリマッチ、イエーイ。いやいや、もうマリンさん終わったからいいって言って、ごめん終わらないで、うん。Thank you for tuning in to Arimachi Verimachi.